香港メディアは関係者の話として中国軍が南シナ海に向けて2発の弾道ミサイルを発射したと伝えました。アメリカへの警告とみられています。香港のサウスチャイナモーニングポストは中国軍が昨日朝内陸部の青海省からグアムまでを射程に収める東風 26B をまた東部の浙江省から航行する空母を狙うため空母キラーと呼ばれる対艦弾道ミサイル東風 21D をそれぞれ発射したと伝えました。2発とも海南島と西沙諸島の間の海域に着弾したということです。南シナ海など4つの海域で軍事演習を行う中国軍は設定した飛行禁止区域にアメリカ軍の偵察機が侵入したとして強く非難したばかりでした。今回の発射はアメリカへの警告とみられ米中対立はさらにエスカレートしそうです。